ね、違う意味で。さあ、2人とも準備ができましたので見ていきましょう。はい、少々お待ちください。さあ、見ていきたいと思います。まずはこちら、トッティさんの方から。はい、トッティさんの方はこんな感じになってます。耳栓でいいですね、こんなに。はい、射撃術とこんな感じになってます。そして落ち葉さんの方はこちら96。はい、もう読めないね、何、紅葉の五石。はい、起き上がり術も入っております。で、僕の方はいつも通りのこんな感じとなっております。クエストの方はネギちゃん、飛躍なしの縛りまで入っております。というわけで皆さん、よろしくお願いします。もが男はゴリマッチョにできるかどうかかな、わら。ゴリマッチョにできるかどうかかな。なんだっけ、やたら筋肉がバフトアップされてる感じ、ゴリゴリみたいな。初見です、ナスさんいらっしゃいませ。マジですか、ニコ生の方もありがとうございます。初コメありがとうございます。ニコ生の方もね、完全に静かな状態だったのでありがとうございます。いらっしゃいませ、ゆっくりしていってください。さあ、張り切っていきましょう。こっちだ、うん、いやー、もうね、今日はね、結構なんだっけ、ナルガさんをね、朝の方に遊びましてですね、アイスボーンのベータが入りまして、いや、なかなか美味しいですね。モフモフしてました。すっごいね、毛がね、テカテカしててモフモフしてました。さあ、まずはスターティングから、まずは落ち葉さんの方から攻撃が入りまして、ホーコリンが続いてきます。このポールをね、使っていきたいと思ったんですけどね、このポールなくてもね、グルルンパ攻撃できるんでね、俺何やってたんだろうなって今までちょっとこの前のね、滑りでね、気づきましたね。さあ、ここでいいところに滑り台があるので、パンダ思いっきりスタンピングしていく。まずは189、いいダメージを入れまして、ここでホーコリンが入りますが、違います。はい、落ち葉さんがジャンピング攻撃から、はい、エリアルフォードでどんどん攻撃を入れてきます。トッティさんも入ってきました、片手剣、素晴らしい。さあ、ここで戻った状態からパンダ、まずはチャージング、2回目のグルンパ。さあ、どん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 やつの乗り地を貯めていきたいところ。次で1回乗れるかな。さあ、グルンパ入りましたが、まだ乗れたい。オッケー、ギリギリ足りました。さあ、まずはマウント1、はい、ライドオンいたしまして、はい、まずはダウンを取っていきたいところですけどね、このね、ダウン取るときね、毎回思うんだけど、なんか時々ブンでなんかパッて止まってなんか攻撃させてくれよね。俺が今ね、なんだっけ、もしかしてって考えてるのは、左下の方に見える円が見えるじゃないですか。円がなんか暴れてるとなんかちょっとね、この何もないシーンとした感じで、ほら、シーンとした感じでね、こっちも攻撃しないと、なんかこういう風になりやすいっていうのが僕の持論ですけどね、果たして本当かどうかちょっとわからないですちょっと僕モンハンでハンターランク100になってからね、新しい発見をいっぱいしておりますのでね、それもこれもその一つのうちでございますね。さあ、まずはやつの新しいトゲを破壊し、そしてスタンピングもなんとか頭に全弾ヒット。さあ、目の前からのおっとお手手ひっかきが入りまして、パンダちょっと HP が減った。さあ、ここでトッティさんがいい爆発を入れて、はい、上に乗った落ち葉さんとともに、はい、もう一回落ちてきますが、はい、第1ラウンドの方はまだ終わりません、まだまだ続行いたします。さあ、パンダの方に向き直し、方向にか正面から突進。さあ、正面の方に落ち葉さん、左の方にパンダ、右の方にトッティさんが回り込み、パンダの方がここでスタンピング、何もないところにバスンと一発入れていきましたが、何もない。さあ、ここでお手手が続きまして、さらなジャンピングがトッティさんを襲いますが、トッティさん普通にこれを刈り抜けてった。さあ、刈り抜けてった、はい、釣り抜けてったさあ、ここでドッスンコが入るか。ドッスンコが入って、我々のもっとポールが破壊されているのか。ジャンピングでまだまだ続く。さあ、スタンピングを入れていきますが、まだまだね、なんか新しい峠の方は右の方にありますので、パンダ右の方を狙っていきましょう。さあ、ぐるんぐるんといきまして、ダースの入れきますが、おっと、はい、ありがとうございます。はい、さあ、どうなってくるのか。猫猫の方、ありがとうございます。さあ、ここでジャンピングの方を入れていきたいところですが、おっと、またナルガ、おっと、ソラさん、ナルガ発見したんですか、おめでとうございます。さあ、パンダの方はこの新しい峠状態の、はい、ネギ、なぎらクルガネギラクルガを攻撃していきたいと思います。まずはここで、はい、どんどん攻撃入れてきますが、まだね、あいつのね、怒りんぼモードからじゃなく、思いっきりはたかれてホームランバット、やつもホームランがうまいよ。さあ、パンダも飛んでいきますが、まだ根性はギリギリ、はい、入っておりません。さあ、根性を入れ直しましたが、トッティさんもはたかれた。さあ、落ち葉さんの HP も 50% ぐらいまで減っております。ナギがどうしたって、おっと、ここでトッティさんがまさかのドスンコ。さあ、まずはワンアウトいただきましたが、まだまだ大丈夫。モンハンはツーアウトからがモンハンなんですよ。はい、ギリギリのところで起き上がりが遅れたことによって、パンダなんだか1秒を取り留めた。さあ、回復の方は入れてきますが、スキル満腹のおかげでまだまだ相配機材は足りております。さあ、2回目の勝利権入れたかったんだが、さあ、ことは足らない。第1ラウンドはこれで終わりか。違う、まさかの出迎え。トッティさんの方にもう1回戻ってきました。さあ、トッティさん大丈夫でしょうか。クルーパーもう1回攻撃。さあ、2回目のライドオンも行っていきます。
さあライドオン状態になりまして、こっちの方に突進が入った。パンダ吹っ飛んだけど、ここでもう一回クラッチクロー、まさかの美味しいクラッチクローとともに一気にためが入った。さあこのまま一気に砲撃からかね。まだ砲撃 OK、 渚さんではない凪が来るが、さあこれ渚さんとネギとあのナルが来るかが全部入っていろいろ入ってます。さあこの黒いハリネズミそろそろ飛びそう。そうですね、そろそろ飛びそうな巨漢がビンビンいたします。さあパンダの方に向かって一直線、待てー間に合いました。なんとかなんとか間に合って、パンダギリギリセーフ。さあここでももう一回突進来るか。そのまま移動していきました。そろそろグラビーム吐きそう。やーぶねー、グラビーム吐きそう、怖えはい、パソコン版ですごいみたいですね。何があったんでしょう。うん、男の3サイズの調整いらねあ、そっか、パソコンでなんかモッドでいろいろ変えられるのかな。いや、そうしたらそれで怖えな、逆に。さあ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 、まあ仕切り直してからの第2ラウンド、まずはジャンピングからのパンダ一撃。おっとドスンコに当たってしまって、パンダ1ミリ、残り1ミリもなーい盛大にジャンピングしながらパンダ旅立った。さあダメですね、さすがに懐のもいくり込みはあの間に合いませんでした。さあまずここでなんだかんだ言ってツーアウトになってしまったネギ、まだまだこれから、勝負はこれからといったところでございます。モンハンはツーアウトから本体に向かってダイブとか新しい、いやもうテテの方は必ず確定で爆発で来るからね。もうあの真下になんか隙間あるかなと思ったんだけど、残念ながらありませんでした。さあスタンプ、おっと美味しいところに尻尾の一撃当てていきますが、まずはトッティさん右、左の方には落ち葉さん、ジャンピングで入っていきました。トッティさん中に切り込んでいく、いい感じにバス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 と連打を入れていきます。さあここでちょっと風圧が入ったんでしょうか、一回ここで爆発見ていきましょう。おっと左手の方が多分安全かな、あの というかむしろ新しいトゲが生えてない状態でしたら、はい、次あの2回目の攻撃はないのかもしれません。今回に向かってダイブはしていきたいですね。さあここでどうなってくるのか、一回フェイントが入っていって、もう一回ドスンも入っていった。落ち葉さんの方に来ますが、落ち葉さんこれを避けていく、2人スタンプ2回目。さあホーコリングからのもう一回投進が来るか、ないでもない。さあここで狙っていくのはトッティさん。さあグルルンパーでヤスの新しいトゲを破壊していきたいパンダ。さあドスンコ巻き込まれた、パンダはちょっと HP 減っておりますが、先ほどと同じようなタイミング。さあ2回もう一回振り回しありますが、落ち葉さん巻き込まれた、パンダは何に巻き込まれた。さあこれは尻尾の方に当たったんでしょうか、これは飛んでいくのか、大丈夫です。トッティさんこれを避けていく、落ち葉さんの HP がちょっと減っている。さあ粉塵は使えません、そうだった粉塵は使えないんだよ危ない。おっとそんなこと言ってる間にどうやらちょっともう疲れている模様、 HP はもうないのかもしれません。さあこのまま一気に攻めればこのままクリアになるかと思いきやところで、はい、ライドオン状態となりました。トッティさんがやつのひるみからの、はい、家に帰るのを阻止いたします。さあ予想した状態からどっちの方に来るのか、もう一回ジャンピングとともにやつの硬くなってしまった爪の方に一回攻撃、トッティさんが一回ひるました。さあここで新しく入っている爪の方も攻撃を一発入れていきたい。さあそろそろダウンが入りそうです。さあダウンが入ってすかさずここで、はい、さらなる何だっけ、あの何だっけ、あの角の破壊も確認いたしました。まずは1回目スタンプング、2回目時間もちょっと足りないかも、3回目4回目入った、最後まで振り切れパンダ、いけいけ。さあ行きましたが残念ながらこちら方には向いてない。さあもう飛び立っていきそうです。さあラストラウンドへの移動、間に合いそうにもありません。さあこれは最後の巣の方で戦ってみたいと思います。さあ止まっている、まさかの巣に戻る前にちょっとスタミナが切れた感じ。さあこれはちょっとゲージ回復をしていたんでしょうか。ドスンコからのもあっと尻尾にはたかれて、パンダちょっとだけ HP が入っていきますが、まだまだ美味しい状態。スタンピングからのホーコリング、これがジャンプ来るんでしょうか。ジャンプ来るよ、ジャンプが来るよ、どっちの方に行く、大丈夫、落ちました、ギリギリさあ粉塵はないので何とか自分で回復してほしいところ。さあパンダの方にもう一回戻り、トッティさんを向き直した、パンダの方にもう一回突進。パンダちょっと巻き込まれた状態、 HP はその意味は減ってはおりませんが、ドスンコから投げ払い。さあ落ち葉さん HP 半分ぐらい。さあ回復の方も一回入れていきたいところですが、スタンピングヤツの左手に当たっていきます。さあトッティさん、いや足の方に取り付き、もっと2回目ここでようやくスタミナ回復したのか、さらなる奥へと移動していきます。
さあ、ここでスリープモードとなりました。 OK ですね。さあ、これ見ていきましょう。寝てる敵に対してまずは爆弾が設置されるはず。さあ、落ち葉さんがドスンコ1回、ドスンコ2回。さあ、爆弾来ました。 I put the bomb, I put the bomb, I put the bomb さあ、2人とも準備ができたので、アンダーここで思いっきり起こしていきましょう。さあ、いいダメージが入ってて吹っ飛んでいく。さあ、ここで落ち葉さんとものもに方向輪が入っていって中に切り込んだ。トッティさん、このまま一気に切り込み、そして方向輪からのいきなり突進が来るかもしれない。さあ、これは飛んだ、どっちの方に行く、それまま、おっと、でかいとこに入りましたが、オッティさん、トッティさん、オッティさんになった。トッティさん、ギリギリのところで回転でこれを避けていきます。さあ、まだまだ新しい爪がありますので、すぐに突進はないかと思われますが、これは今攻撃はできるんでしょうか。ちょっとポジション的に決めたツーアウトからツーアウトから決めました。パチパチパチ、無理かよ。おめでとうございます。トッティさん&大島さん、やってやりました。素晴らしい、お見事でございます。お二人にただいま拍手をお願いします。二人ともナイスファイト、ありがとうございました。うおーい。パチパチパチ。パチパチパチ。ペッパさん、スタンは？はあ、え、あ、え？ ありがとうございました。心の中で。パチパチパチ。心の中でスタンを。頑張ります。次はもっと頑張ります。次はもっと頑張るよ。はーい、いや、見事でしたね。ツーアウトだ、大勢あれした。 いやー、でもツーアウトからやりましたね。結構怖かったんですけど、クラッチ来てから本番だから もうちょっとかかるね。いやー、ありがとうございました。こんな感じでまったりとモンハンをやっております、ペッパンダと申します。よろしければ Twitch の方のコミュニティのフォロー&サブスクリプションをお願いします。サブスクリプションは Amazon プライムの方、お持ちの方は無料となっておりますので、何卒よろしくお願いします。はーい。いやー、いい一枚撮れましたね。これは本当にありがとうございました。いや、さらなる縛りが増えます。ついに、ついにですよ皆さん、ネギがイニシエの飛躍なしとなります。もう一気に HP 回復などということはできません。次回からの縛りは、次回からの縛りはこんな感じとなります。はい、ついにイニシエの飛躍なしとなりました。いやー、ここからが本当のモンハンになりそうですね。はい、というわけで今回クエストをクリアしてくださったお二人に再度ただいま拍手をお願いします。二人ともナイスファイト、ありがとうございました。うわーい。パチ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 、一通りのチップスをニコニコに流してきまし、いかやく。